見てくれた人、はーい。ね。お、見てくれた皆さん、ありがとうございます。遠い。進撃のミュージカル当たった、ありがとう、うん、おめでとうございます。楽しみですね。あ、しんごさんハートありがとうございます。今日劇場行きました、ありがとう。あ、そっか、今日当落発表だったんですね。ゆっきーさんもミュージカル当たりました、ありがとうございます。カズニッチさん、そう正解、唇噛んでました。お、商売さんもミュージカルのチケットおめでとう。かまちゃんさんも、ビジュアルさん、あら、ありがとうございます。マキオさん、ウーカ次世代やねんてね。そうなんですよ、自称次世代。お、ケンイチさん、レインボースターありがとうございます。今お仕事休憩、お疲れ、めっちゃ遅くまでやってますね、仲間。今日カメラ目線多くて嬉しかったよ。本当、気づきましたか。お、名古屋さん、豆柴さん、ありがとう。今日はあのチッヒーが、チッヒーとケイトとカレンタンがあの17ライブで実況してくれてたから、ちょっとアピールしようと思って、あのカメラつくとこ全部こうやって見てたんです。あ、白玉さん、リンボスターありがとうございます。お仕事お疲れ様です。う、アーノの時やってましたな。お、臭いものだらけですかね。アーノも臭いものだらけ、今日やってくれて。早速全然メンバーが変わってましたけど、どうでしたか。冷蔵庫に入れてたラムレーズンがないわ、半分だけ残して食べるつもりだった。早くもあとゆうちゃんのポジションをやれば臭いものだらけはコンプリートです。あ、めちゃめちゃ良かった、嬉しい。今から押しても遅くないですか。ナッツさん、遅くないよ、うん、ここからです。ねえ、牧さん、ウーカが一番臭かったでって、全然それ褒め言葉じゃないですよ。でも臭いものだらけの中ではそれが通用するから面白いですね。あ、名古屋さん、エガちゃんありがとう。世の中には納得できないことばかりで、生きていることさえも嫌になってくるのよね。ゲスな夢、ゆうちゃんとやりたいってめっちゃ思うんですけど、あれは大変やぞ。あれはダンスも大変やし、歌もちょっと高いですね。ね、スリット入ってるワンピース衣装可愛いですよね。あ、白玉さん、クマありがとうございます。前公演行ったんだけど、冒頭3曲のフロント3人かっこよすぎた。ダンスブルー、ありがとうございます。チッヒーも M でしたかった言ってた。いや、そう、チッヒー今日終わってから喋ったんですけど、言ってた、だから出てってお願いしました。スタバの新しいの食べたい。あーね、牛乳、コーヒー牛乳の方気になる。アニメの、レナタンのガガガ、ちょっと私まだ見れてないんですよ。どうでしたか皆さん。アキラ来てみたぞ。皆さん、アキラ先生がまた来ました。これガチアキラですよ。アキラさん、こんな時間結構あれなんですか、暇なんですか。前もこれ、ここら辺の時間やった気がする。
先生、あきらさんが来たので、あの今涙の表面張力が流れてます。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが決壊する、アギラの登場曲誰が暇やねんって本物なんですよこれ。アキラさん、俺たちのアキラやぞごめんなさい。今日の公演の総括お願いします。今日の公演アキラさん来てな、あれ今日アキラさんいたのにどっか行きましたねどっか行きましたね22時代の男アキラ、今日も密着で活躍したアキラ先生アキラ先生めっちゃ認知されてるやん、メンバーよりも出てるじゃないですか。ウーカは次世代じゃなくて中心世代、ありがとう。アキラアキラアキラ、あなたの名を呼ばせてください。マリア、マリアの替え歌ができちゃった。ファントムさんありがとうございます、マミシマさんもありがとうございます。今日の公演は息がすごい合ってて振り付けが揃ってたって言われた公演でした。はい、マネージャーさんも、あの可愛いチーム N のマネージャーさんも N の始まってからの公演で一番今日が見てて、あの抜くとこは抜いて締まるとこはしっかり締まってて見てて楽しかったですって言ってくれました。やったね、まとまり方えぐかった、嬉しい。今日カラオケで臭いものだらけ歌ってきた、すごい難しくない？私未だにハモリが難しくて、一回ね、一回っていうかチーム B2 で涙の表面張力やった時に、公演の前によくカラオケで練習してたんですけど、めっちゃ大変、あれ一人で歌うの。歌場さんバラありがとうございます。一体感すごかったよ、ありがとうございます。下手でウーカがずっと、ウカーがウカーがずっと楽しそうで幸せだった8期生のお披露目のリハでメンバーみんな客席から見た後、ウーちゃん目拭いてるようなことをしてたけど、夢は逃げないの踊った時ですかね。私あの曲ダメなんですよ。そう、涙腺がやられる。シオンの時もそうやったんですけど、なんかないと記憶がある。あ、そう、今日ね上手側の方に私のファンの方がいっぱいいらっしゃったんですよ。あの緑のサイリウムがすごく多くて、うちわとかも私のねファンの方がすごく多くて、チッヒーが唇噛んでるの真似するって言ってたよみんなチッヒーは私のを見て真似してますから、これから公演見るときはそこを踏まえてみてください。チッヒー真似してる、どんどん見習ってくださいめっちゃ偉そう、調子のんなって感じ。はい、そうだから私がこの前ショールームで、あの上手の方が私のことよく見れるって言ったじゃないですか。
だからそれでファンの方がね上手の方にいっぱい座ってくれたんかなと思って、みんなちゃんと上手座ってるやんと思いながら見てました。実はチヒーがダンシングハイ取り返すって言ってました取り返すってなんなん。だからチヒーは早くチーム N の公演来てください。唇噛んでるのもしてるらしいわ、チヒーは。席指定なん？あ、そうなんや。あれって早く入ったもん勝ちじゃないんですか？ランダムやと思ってた。あ、今は席決まってるらしいです。あ、なるほど。じゃんねん。わっかんさん、今日見に来ました。すごく楽しかったです。ありがとう。また来てください。ダンシングハイ、ハイ、ハイになって、なんか急にいい気持ち。あれはね、チーム N の夢中ライブ公演のために振り付けがついたので、ここでしか見れません。ダンシングハイ、ハイ。あ、そうですね。そんな中、ウーカオシの方々が上手に固まるってすごいね。そうですね。私勝手にみんなこっちに座ってると思ってたけど、みんな指定やったんですね。運命。ディスティニー。ダンシングハイ楽しいよね。そう、楽しいんですよ。皆さんダンシングハイ、ハイ、ハイ、ハイが皆さんの歌割りですよ。覚えてくださいね。振り付けは、あの、ナンバトルの、ナンバトル前の2クール目で審査員してくれた、あの、西田さんのグループの方がつけてくれました。室伏慎吾さん、ありがとうございます。ダンシングハイ、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 ハイになって、なんか急にいい気持ち。ダンシングハイ、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 ハイになって、宇宙を飛んでるみたい。まで踊って踊って踊り続けて、記憶が記憶が空っぽ。ダンシングハイ、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 夢を見てるのにこのまま行っちゃってガールズじゃん。ダンサブルで踊ってほしい。ダンサブルのね、公演にね入れてたんですよ、ダンシングハイで。メンバーで振り付けしようみたいな、その時はまだあの振り付けがなかったんで言ってたんですけどN で入っちゃったんで。そうそう、 YouTube 見てます、コメントしてます、ありがとう。見てます。ウーカお姉さんやってくれたのが今日はめっちゃ嬉しかった。復活。始まる前にゆうちゃんが、あれ、そういえばウーカお姉さんって前やってた、今やってないなみたいな言ってくれて、そう、声かけがなくなったからしてないねんって言って、そしたら、じゃあ今日言うわって言って言ってくれました。久しぶりのウーカお姉さんでした。レナタンが一生懸命に踊ってて感動ね。え、かわいいですよね。長いことウーカから離れてしまったけど、配信見てたらウーカになりたくなりました。ぜひぜひ。あ、でもリアルお話し会の申し込みももう終わっちゃいました。どうしましょう。YouTube、 ヨガ YouTube してるんで、ぜひ YouTube で会いに来てください。あ、明日の朝8時はヨガ YouTube 更新します。明日はなんか皆さんが腰痛の人多いみたいな話をよく聞いたので、腰に効くやつなんやろうと思って考えたヨガです。ぜひ見てください。
ナンバと列終わってもミュージカルを稽古始まるから、確かに。チッヒー実況で苦笑いしてた。なんでなんで苦笑いすんのさ、どういうことや。ヨガファン今日も来ました、来てくれてありがとう。明日のお話し会の服装はカジュアルな感じって決めてたんですけど、あの初日にあの着ようと思ってたデニムの服がやっと届いたので、それを明日は着たいと思います。マンセブンは出るのが明日の夕方やから、あ、そうなん、アーカイブぜひ見てください。明日お話し会お邪魔します、待ってます。海を越えて届いたのか。そうなんですよ、海を越えて届きました、やっと。明日のオンラインお話し会のテーマ何がいいですか。サウナ。動画揺れてたから、あ、ごめんなさい、揺れるあれなんですよ。髪伸びてきて毎朝頭爆発してるから、明日お話し会で爆発してるかも寝起きでする気満々やな。お話し会今週で終わりってね、もう明日からの3日間で終わっちゃいますよ、寂しい。次がないのが寂しい。サウナ、ストバ小町の田中さんも大好き、よく行ってみたいです。わあ、気が合いそうです。田中さんはすごい私があのツイートとかしたらリツイートしてくださって、いつもありがとうございます。またストバ小町さんとご一緒できますように。信長の映画はいつ頃、5月頃ですかね。ちょっと詳しい正しい情報はストバ小町さんのツイッターをチェックしてください。あ、ミュージカル当選おめでとうございます。楽しみですね。次のシングルはリアルお話し会だったらいいなね、ほんまにそうですね。ちょっとリアルお話し会結構マスクしてるから声が届きづらそうだなって思ったんですよ。だから皆さん発声練習してきてくださいね真奈ちゃんオリックスの始球式投げるらしいよ。あ、見ましたね。え、真奈がラストアイドルが解散しちゃうっていう連絡をしてきてくれてびっくりしました。寂しいですね。でも真奈は真奈でなんか頑張りたいって言ってたから応援したいと思います。また共演できたらいいな。新公演の初日サウナで整ってから劇場に行ったよ。うわー、もうそれはね、曲が染み込んだでしょう。腹式呼吸を習得しますね、いい心がけですはい。ミュージカル当たったからお友達と行きます。あー、やった、おめでとう、待ってます。愛の投票と1週間、そうなんですよ、
ガンバトルの愛の投票があと1週間で、1週間後にはあれですね、ココナの卒業コンサートとガンバトルのファイナルがあります。いいドキドキですね。今日の公演を見てちょっとでも気になってくれた方は、私のモバイルメール NMB のホームページからぜひ登録して、もうメールも届くし投票もできるっていう一石二鳥。今日も追加投票したよ、ありがとうね、嬉しいです、一緒に頑張ってくれて。ちょっと長いですけどね、残り1週間走り抜けましょうね。マナはいつから知ってるっけ。学生の頃から知ってますね。高血圧やねんけど、ウーカのヨガ配信見てから首を回すようになって高血圧が改善してんやって、嬉しい、よかったです。なんてお得なウーカのフレッシュメンバーのくだり楽しすぎただってフレッシュだもん、はい、バンされへん、大丈夫お風呂上がったら、ありがとうございますね。投票もきっと大変、開封作業もね、シリアル入力も大変だと思います。ありがとうございます。フレッシュです、フレッシュ、違うさ、アタックや。カバヤンさんありがとうございます。タコ、1週間か。血圧、血圧、でも血圧ってなんかあんまり高血圧でも気にしなくていいらしいなんか筋肉がね、年取るとね、筋肉じゃない、血管が硬くなるのは人間誰でも当たり前で、だから年を取ると硬くなる分血の圧が高くなるのは当たり前のことらしい。ちょっと高すぎたら良くないですけど、だからそれでお薬飲むよりその自然に身を任せて生きた方が健康的だなって考え方ですね、私。まあヨガはセルフケアができるので好きです。わなかの塩マヨタケ食べながら、いいな、最近わなかのたこ焼き食べてなくて、むしろ低いのですが私も低い気がする、血がねちょっと足りてない、だからいつもこんな末端冷え性なのかな。そう、健康オタク、そうなんや。なんかまあいろんなあれがありますね。ねえ、冷え性、ほんまに冷え性で、であのマイティが、平山舞ちゃんが体温高くて、そう、寒い時はマイティの手を握るんですよ、私カイロとして人肌でぬくもってるんですけど、この前はマイティもね冷たくなってて一緒に温め合いました。私の手はポカポカです、いいな、人間北海道、そう、厚山舞ちゃんそうそうそう、ホットティーです、
マイティーのティーとって、ホットマイティー。私の手はベタベタです汗かいてるんかな。あんまり汗かけへん人って汗ベタベタって今日トレーナーさんが言ってた汗流したらベタベタじゃなくなるかもですね。和食里こんばんは。体温ずっと36度以下、寒い。それは冬の握手会の時手冷たいからごめんなさいと思われてました。私も手冷たいから、なんか皆さんの握手することによって体温を奪ってどんどん私の手が温かくなるんですよいつもね申し訳ないなと思いながら。バンビーさん、はじめまして、ありがとうございます。お手手握ってくれるのめっちゃキュンとする、かわいい。太陽奪われてました、実はもらってましただって握手会終わったら私めっちゃ手あったかかったもん。だから冷たい人が来ても全然平気だったんです。また次の人に温めてもらってたからそうなんですよね、体温を分けてくれてた皆さんありがとうございましたそうもらってたんです、実は知らなかったでしょう。ハンドクリーム、あーハンドクリームのね、マジでもう握手会が懐かしいね、ほんまに懐かしい。最近レイコとラブラブじゃん、気づいちゃったやん、そうなんですよ。握手会で心があったかいからって言い訳してました、みんな言う玲子ちゃんが、玲子ちゃんがね私のことを、あ朝日新聞さんが私とチッヒの記事をなんかツイートしてくれました今通知が来ました。晴れ男さん、ウーカのおかげで心があったかい、だってありがとうございます。レイコにはシオンが、ウーちゃんにはユーちゃんが、あそうなんですか、そうレイコちゃん、そう待ち受け画面に、ゆうちゃんのことをずっと待ち受け画面にしてたんですよ、ゆうちゃんがしてるみたいな。で私にしてって言って、そしたられいこちゃんがこの写真のうかさん好きですって言ってくれた写真があって、それをこっそりこっそり私のやつにしてくれてて、でゆうちゃんにバレたんですよ。そうで画像はゆうちゃんのに元に戻ったんですけど、今どうなってるんかな分かんないんですけど、じゃあ待ち受けはゆうちゃんに譲るわって言ってでね、れいこちゃんね暗証番号を今時みんな絶対つけるじゃないですか。そう、それつけてなかったんですよ。でこれ危ないでって言って、だかられいこちゃんの暗証番号を私が、あ動いてますかね、私が決めた数字に前設定したんです。でも今それしてくれてるかは分かんない。おしゃぶり親密度上がってるやんいやいや、おしゃぶり、まあおしゃぶり、おしゃぶりも確かにきっかけやけど、一番仲良くなったきっかけはあれですよ、何だっけ、歌唱力ナンバーワン決定戦の時に MC のメンバーで来てくれてた時に仲良くなりました。
私もウークが6画面とホーム画面ですよ。嬉しい、ガミさん変えちゃダメですよ。おしゃぶりはまだ持ってますじゃあおしゃぶりがキューピッドってことにしとこ。私もウーク6画面だよ。やって、やったー、嬉しい、キュン。いやそれは番号は言えないですよ。おしゃべりのスクショ撮ってあるよみるちゃんの重さがういちゃんにも。そう、みるちゃん、みるちゃんの動画見ました。可愛かった。おそろい、でも私みるちゃんとおそろいいっぱいあるんですよ。みるちゃんがまだ持ってるか分からんけど、あのしんちゃんのトレーナーも、いつやっけあれ、去年一昨年ぐらいにサンプルであげて、お揃いの服もあって、そう、暗証番号私の誕生日にしてくれて、内緒ね、内緒ね、開けられちゃうから。お揃い実はね何個かあるんです。遠距離恋愛、そうなんです公演の話と全然関係ない。明日からねお話し会、皆さんよろしくお願いします。3日間、3連休、いっぱい喋りましょう。じゃあ今日はもう遅いのでここまでにします。見てくれてありがとうございます。ランキングをじゃあ読んでいきますね。13位、あやちゃんありがとうございます。12位、ガミさんありがとうございます。11位、ファントムさんありがとうございます。10位、ムロフシンゴさんありがとうございます。9位、カズリさんありがとうございます。8位、みゃおいさんありがとうございます。7位、えがちゃんありがとうございます。6位、なぐやんアットマークうかうかさんありがとうございます。5位、まめしばさんありがとうございます。4位、野原しんのすけのすけさんありがとうございます。3位、しらたまさんありがとう、しらたま。2位、けんいちアットマークチームえのうしさんありがとうございます。1位、うーかみんのはこいさんありがとうございます。久しぶりの壇上だ、おめでとうございます。はい、それでは終わりたいと思います。おやすみなさい。ありがとうございます。